い、プライベートのお話で事前にですね、アンケートでいくつか来てるんですけれども、うん、はい、タイピング、うん、水泳、はい、掃除用品、うん、まあ、どれが気になりますか？おじさんね、10年ぐらいラジオやってるんですけども、はい、これが盛り上がりそうだなーっていうのが今のところ見つからないんですよね。だから順番に聞いていこうかな。わかりました。タイピング。タイピング面白い話できる？地味でしょ。地味だね。本当に地味でしょ。あんたさ。私本当に学生の頃から地味な子だったので、そうなんだ。そうなんですよ。タイピングも中学生の時に初めてパソコンをもらったんですよ。それである時お父さんがタイピングゲームを持ってきてくれて、それが北斗の拳のタイピングゲームだったんですよ。知ってる。知ってますか？知ってる。やったことありますか？やったことあるある。でも俺は全然できないから、すぐにユリアーってすぐに。すぐなっちゃうから。そう、それをずーっとひたすらやってて。ただひたすらこうずーっと打ち込んで。でも自分の中ではだってゲームだもんね。ゲームですね。なのでそれができれば、ケンシロウも、こう始めよう。あたあたそうだよね。あたっていうのから、そうそうそう、早く打ち込めるほど、あたたたたたたってなってくのに、それがすごい気持ちよくて。ケンシロウ CV 加藤エビに聞いたんだけど。それがすごい楽しくて、ずっとひたすらやってましたね。そうなんだ。でもまあその時ゲームとして楽しんでたんですけど、うん、でも出てくる文字で大体同じものになるじゃないですか、うん、言葉って。なので、うん、同じ言葉は早く打てるようになったんですけど、あ、慣れちゃってね。自分の書きたいことって全然書く、うん、すぐに打てなかったんですよ。ブラインドタッチとかもできないし、みたいな感じで。そうだよ、そうだよね。はい。なんと無条件って別に打つ必要ないもんね、あんまりね。もう全然ないですよ。でも、ただ、その、ネットゲームを始めたことがきっかけで。でもゲームの話だもん。結果ゲームの話だもん。そのネットゲームの中でチャットが必要になってきたんですよ。コミュニケーションを取るのに。おうおう、ほんでね、まあ、その時、うん、まあ、もう北斗の拳もちょっと卒業してたし、うん、もう全然打ってなかったので、うん、もうみんなの会話のスピードについていけなかったんですね。うん、で、頑張って、こうタイピングしているうちにみんな会話がどん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 進んじゃって、うん、結局こう無口な子みたいな感じになっちゃったんですけど、そうだね、まあ、それで頑張って、うん、タイピングしてチャットをしているうちに、どん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 速くなって、うん、みたいな感じで、うん、もう今や、うん、ブラインドたちで、今でもタイピングのゲームはやって、てたりするの？あ、でも今はスマホのやつとかはやりますね。あー、あるんだね。はい、たまに、うん、やっぱり、その、慣れない時には、うん、そういうゲームを導入して、うん、慣れました。真面目だね。もう、うん、でもそういうのが好きだったんですよね。そうか、ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ技術を高めていってっていうのが割と苦じゃないんだね。うん、そうですね。いくつまでこう秒数縮められるかみたいな。なるほどね。よし、タイピングがこれ OK です。どうかしました、タイピング。続きまして、水泳。